最優限胸の差し絵より、三蔵法師の背後の馬が玉竜玉竜は、四海竜王の一人である。最下位竜王、コウウルの第三大使。小説、最優記の登場人物の一人、竜人の子であるが、劇中では、三蔵法師が乗る、馬の姿で登場する。かつて展開において、父のコウウルが大切にしていた御殿の玉を、火事を起こして焼いてしまい、怒った。 こううるうが親不幸であると天帝に訴え出た。天帝は訴えを受け、罰として宙吊りにして三百回の鞭打ちの上で死罪すると言い渡した。鎖につながれ処刑を待つ身になって泣いているところに、たまたま完全音菩薩の一行が通りかかり、慈悲を与えることにした。菩薩は天帝の許しを得て、玉竜を解き放ち、主教者の常用となるようために、 ヘビ万山の高周間に潜んで待つことを命じた。しかし、肝心の三蔵奉仕が通りかかるとそうは気づかず、ひもじさゆえに、突然、三蔵が乗っていた白馬を、あぶみもろとも飲んでしまう。三蔵は肝を潰してしまい、竜を退治に行こうという孫悟空を離さなかったので、悟空が毒づいていると、六朝六甲、五方形態、四地構想。 森がガランという仏教の詩人が助けに来てくれたので、彼らに山蔵の護衛を任せて川底に向かう。悟空は竜と二回戦うが逃げられてしまった。悟空は土地神を呼びつけて相手の正体を知るが散々打ち据えたので観音菩薩が来なければ隠れて出てこないだろうということになって、金頭、携帯という神が菩薩を呼んできて、ようやく賜竜は出てくる。菩薩は、 柳津の枝を甘露に浸して、千匹を一吹きして、竜を白馬の姿に変えた。以後は山蔵を乗せて、旅をすることになる。悟空はもともと天界で、筆馬音をしていたため馬の扱いには慣れていた。筆馬音と同音のヒューマ音という猿は馬を、病から守るという信仰に由来しており、登場場場場面では、竜の時は悟空に撃ち殺されそうになるが、道中で馬として、悟空には、 大事にしてもらっている。元来竜であるためその尿を悟空が薬の材料にしたこともある。先週開元時の二重刀漢星浮彫りには、両武帝、東三蔵、剣を持った東海河竜大使、猿行者の四種あり、最有気の玉竜となる前の姿が垣間見える。玉竜は物語の中であまり活躍することはなく、早くであり、エピソードもそれほど地に流布していない。 原作軍においても、馬として、以外の描写は少ないので彼の様子を把握するのは、難しい。派生作品には、人間として登場させるものがあるが、役回りは様々である。原作軍において玉竜は、もっぱら経典を運ぶ三蔵の馬としてしか登場せず、孫悟空、佐護城、諸八海のようにあやかし線と戦う場面は、2回しか、ない。1回目は登場の場面。 二回目が、湾こ山名三月堂に住む天界の精神、ケーキ狼であった、広報会との戦いにおいてである。弟子三人が危機に陥った時に、玉竜も敵と戦った。この時三蔵は、囚われのみ、悟空は波紋、八海とは連絡も取れず、五条は縛られて、一行は窮地に追い込まれていた。そこで、玉竜は斧が、気泡会と戦うことを決意し、 馬屋の手綱を切って、竜の姿に戻ると、妖艶な美女に変身して、言葉巧みに気泡界に取り入り、隙をついて妖怪が持っていた剣で差し殺そうとする。しかし結局負けてしまい、足に怪我まで追ってしまった。しかし、玉龍が活躍する数少ない名場面であるため、最勇気の見どころの一つでもある。龍である設定を活かした、戦闘以外での利用法として、 尿が薬になるという話が、第69回の主紫国の国王の薬を作る話にあり、孫悟空政策の大王とはずと鍋底のすすに、玉流の尿を混ぜた薬を服用した王様は立ちどころに便秘が治り回復した。1979年の最有機通では、ふとした衝撃を受けると驚いて人間に変化するという設定が立てられ、藤村俊二が演じた。 最優記では、柳沢慎吾が人間に変化した姿を演じた。白馬なので変化すると白装束になる。2006年版には登場しなかった。なお、変身シーンには1979年版はスキャニメと1994年版はモーフィングが用いられた。ありがとうございます。